中年のタッキーです、今日はね、以前までちょっとやったことあるんですけども、フィルムの現像ですね、モノクロフィルムの現像についてやっていこうと思います。ちょっと要望がありましたんで、で撮影はね、相変わらず α7 で行っておるんですけどもね、ちょっと α7 で、録画するのちょっと限界を早くも感じてて、音が悪いの、音がめちゃくちゃ悪いんで、で今日は、ちょっと設定を変えてやってますが、まあなんとなりますやら、じゃあ動画スタートしていこうと思います。はい、まず必要なものですね、暗室を確保できない方はこのダークバッグ、これがいりますね。まあ暗室がある人でもこれがあった方が快適は快適なんですけど、でこれ現像タンクですね。これね、今結構一般的に入手できるプラスチック製の現像タンク、まあリール付きですね。これ 35mm 専用なんですけど、で現像液、僕はねこの富士スーパープロドールっていうのをねメインで使ってます。これが一番安いと思いますね。1リッター用で300円弱、でヨドバシ .com で買ったら送料もかからないです。非常に安いですね。でね、これが、富士酢酸ってやつですね。ピント合うかな、これは停止液に使います。でこれはね、スーパーフジフィックス L っていうのなんですけど、これ定着液になりますね。実際はこれを、これ1本で3リッター作れます。で薄めて使います。でね、まあこれはね、これ現像液ですけど、1リッターに薄めて使うんですけども、僕の場合はさらにそれを2倍に薄めます。原液で使って現像するのもいいんですけど、原液でね回数を使うよりは、希釈 50% 希釈して、一発でね使い捨てる方が現像結果は安定すると考えていますね。毎回その同じデータで現像できるんでね、それではね作業やっていこうと思いますが、まあ作業フィルムのまず巻く作業なんですけど、ダークバッグの中に入れたり暗室に入ったりするともう巻く作業をお見せできないんで、これちょっとテスト用フィルム、もうダメにしていいフィルムです、これでやっていきます。でこれ本来は、ダークバッグもしくは真っ暗な作業さ、暗室の中でやる作業です。完全に暗黒じゃないとダメです。赤いランプとかも全部感光しますんでね。でねこのフィルムの先端をまずねちょっとカットしてあります。このような形状にね、わかるかな、ちょっとこう斜めに切るんですよ。でねこのリールのこちら側わかるかなから差し込みます。で差し込むとねもう戻らなくなる、引っかかるんですね。でこれでねあとはもうこれをねひねって巻いていくだけです。これでね、普通に巻けるんですね。フィルム巻けます。これが薄いフィルムだとなかなかね、巻きにくいんでちょっとずつ巻くとかになると思いますね。これはね、トライ X のパーになったフィルムなんで結構分厚さがあるんで簡単に巻けますけども、ケントメアとかね、ロシア製のフィルムとかめちゃくちゃ薄いんで、こいつで巻くのはちょっと不適かもしれません、ちょっと分厚いフィルムがおすすめです。テント目はまあなんとか巻けますけどね。富士のね、アクロスとかは、楽勝で巻けます。で、巻き終わりましたらハサミで切ります。よし、ハサミで切りまして、でね、この芯がねあるんですけど、この中に棒が入ってるんですけどね、これが深い方を、なんていうんですか、深くなるようにセット。で、
この蓋を閉めますね。はい、これで、もう明るい部屋に出して OK になります。ここまでは完全に暗黒で作業することになりますね。絶対に光を当てちゃダメです。この状態ではもうね、光をね、いくら受けても感光しないようになりますのでね。はい、この続きは今度は流しに移動しまして現像作業ということになりますね。はい、では実際にやっていきましょうか。これはね、現像液、先ほどの現像液を 50% に希釈したものです。現在の液温は21度となっておりますね。で、富士フイルムのサイトでは、SPD 50% 希釈で、これ実はタンクの中に今なんだっけ、フォーマパン400が入ってますが、400のフィルムはだいたい400のフィルムというデータでいい感じですね。これは、富士、ネオパンプレスト400と同じ現像時間でいきます。で、21度の場合というのはないんで、20度で7分、22度で6分なんで6分30秒でいきますね。6分30秒にタイマーを合わせます。で、いよいよ現像開始です。録画できてるかな。この間録画失敗したからね。録画できてるね。はい、じゃあいきますよ。はい、まずは現像液を入れます。はい、このタンクはね、だいたい 350cc ぐらいです。で、現像スタート、タイマーをスタートしました。でね、ちょっとカタカタと振りながら1分間攪拌します。このタンクは攪拌する向きはどちらでも良いです。なお、現像タンクに、フィルムをねセットして、蓋を閉めた後これが軽く回るか必ず確認してくださいね。軽く回らないと問題が発生しますので、フィルムがはみ出てたりして引っかかると軽く回らないんで。で、1分間、もうちょっとで1分間になりますね。はい、1分経過しました。1分経過したらね、僕はここでね、静止液を作ります。なんでこんなことをするかというと、これが1個しかないからですね。静止液はね、この350にね、この 50% の富士作さん、だいたいキャップ1杯ぐらいで十分です。よいしょ。これ結構酸性が強いんでね、手にかかると火傷をしますので、手にかかったらすぐに、洗ってくださいね、きれいにね。これが停止液もできました。で、ここからはね、今1分とか、かれて1分経ちましたので10秒間攪拌します。この後はね、1分間に10秒間、時間が来るまで攪拌します。ここからは、時短しましょうかね。一旦止めますね。はい、残り1分を切ったとこから再スタートですね。あと48秒ですね。これ6分30秒から始めたんで、もう1回攪拌が残ってます。はい、最後の攪拌10秒間ですね。はい、現像時間が終わりましたら、
これも捨ててしまう液になりますけど、僕は実はこれも使い回ししています。停止液を入れていきます。はい、停止液を入れて攪拌するんですけども、さらに定着液を入れるためにタンクを洗ってます。あのメスシリンダーというかカップかを洗ってますねこれ多分洗う必要ないんだろうけどね、まあ気になるんで洗ってます。で、これは現像はね、停止液でも現像が止まってます。よいしょ。で、停止液を捨てます。これね、あの捨てるって言いますけど、一応僕はこれ酢酸をね、薄めたものなんで、お酢なんでね、捨てても大丈夫と思って捨てています。まあ、捨てていいかどうか気になる人はね、地方自治体の、役所に、連絡してください。捨てていいかどうか、で定着液を入れていきますね。はい、定着液入れました。で定着時間は10分間、温度にかかわらず僕は10分間やってます。なんかいろいろ時間あるみたいなんですけど気にせずやってますね。10分間ね、定着はね、定着が抜ければ OK です。まあ後で説明しますね。やはりね、最初1分間はこうやってね、攪拌するんですね。ちなみにね、現像液を、入れた後にカタカタやりながら攪拌するっていうのはね、フィルムについた気泡を落とすためです。気泡がついているとね、あの気泡がついたところだけ現像ができなくなりますんで、失敗の原因になりますんでね、そこは注意してくださいね。はい、1分経ちました。1分経ちましたけど、もうこれからは1分間に10秒間また攪拌していきます。で、10分間経ったら定着が終わります。まだここでちょっと時短しますので、一旦カメラを止めますね。はい、残り30秒ほどとなっております。定着が終わりましたら、定着液はね、結構使い回しできるので回収します。で、定着液はね、酸化しないんでね、結構管理適当でいいです。こぼれなければいいって感じ。現像液はね、完全に密封してるので簡単に酸化しますんでね。時間が来ましたね。はい、で定着液を回収タンクにガーッと、入れまして、でここから水洗に入っていきます。水洗はね、流水で30分間です。水洗促進剤とかを使うと早く終わらすことができると思いますが、僕はケチなんで使ってませんちなみにね、SPD の場合、酸化するとちょっとかなり黄色っぽい色になります。色が変わるともう現像できないと思ってくださいね。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、これペットボトルを変形させて空気を追い出してから蓋を閉めております。でね、水洗に入りましたら、もういきなりね、開けちゃって確認します。もう開けて大丈夫だよね。はい、これもうちょっと真っ黒に映ってると思うんですけど、これがね、白っぽいとダメです。白っぽいとまだ定着が抜けてないということになりますね。もし白っぽいときは、こういう水を全部ひっくり返って抜いて、もう一遍定着液を入れます。再定着ってやつですね。
まあ、定着液が劣化したりすると、定着が抜けなくなりますんで、まあ、抜けなくなったら定着液を交換とかそんな感覚になりますかね。はい、ちなみに流しはね、必ず家族の承諾を取ってから使ってください。一応これ毒物、全部毒物になりますんで、食べ物とかね、そのお皿とかにつかないように注意してください。はい、でここから30分間推薦がありますので、作品投稿のコーナー行きましょうか。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはね、小寺さんですね。いつも楽しく拝見、特にライブはいろいろなオタッキーさんファンが集まり楽しいです。今回はフィルムの夜間撮影写真を投稿します。2組写真、タイトル夜の美観地区、フィルムコダックカラープラス200、カメラ F2 フォトミック AS レンズ、ニッコール SO と 50mm1.4 自己 AI 改造、録音は DP12 指示通りということですね。で写真なんですけどもね、こうカラーネガでね夜間を撮っておられるんですが、だいたいねもう黒の締まりがない写真になることがカラーネガは多いんですけど、結構しっかり締まっておりますね。2枚目も同じ、やはりねちょっとカラーネガらしいところは出ておりますがね、レンズもね、オールドレンズですけども、しっかりやっぱりね、描写が出ております。さすがニコンのレンズといった感じですね。小寺さんありがとうございます。次はね、シオンさんから2枚ですね。おたきさんこんにちは。春の廃線巡りに行ってきました。今なき線路を撮影するのはとても楽しかったです。モノクロで撮ったのが現像上がってくるのに時間がかかるので、先にこちらを投稿させていただきました。今後ともいろんな動画を楽しみにしているのでよろしくお願いします。カメラはコニカアイ、フィルムはコダックカラープラスということですね。で写真なんですけどね、まあこれね、コニカアイのね描写ちょっとね、フレアっぽく出る、傾向ですが、なかなかいい写りになっておりますね。2枚目はね、逆光でおそらくこれ太陽の光がレンズに入っていると思うんですけどもね、これがオールドレンズのねフレア、非常にね印象的な写真になっておりますね。配線巡りで僕もね配線後のね写真を撮ったりするの結構好きで、昔やってたね、今はちょっと暇がなくてできないんですけど、なかなか楽しいんですよね。思いを巡らしたりするのがいいと思いますね。はい、しおんさんありがとうございます。次が野良旅人さんですかね。2枚かな。作品1、小宇宙、カメラニコン F3、 AI ニッコール 24mmF2.8 ベルビア100ということですね。2枚目がね、竜の杯、同じくニコン F3、 AI ニッコール 24mmF2.8 ベルビア100ということになっています。中年おたきさんこんばんは。ニコン F3 の試し撮り現像が上がってきたので久しぶりに投稿いたしますということですね。1枚目が緊急事態宣言前に昭和記念公園で撮る、昭和記念公園で撮影、2枚目はね秩父、札所巡り、に行った時の1枚ということですね。これ死者をベルビアでやるっていうね、なかなかリッチではありますが、まあ、リバーサルじゃないとしっかりした撮影結果出ないというのもあるでしょう。で、1枚目から小宇宙ということなんですけども、これねこれはフラッシュ撮影したのか、いや違うか、結構ねどんな状況かちょっと分かんないんですけど、なかなか印象的な写真だったら、僕この写真すごく好きですね。で2枚目なんですけどもね、2枚目はちょっと露出的には、もうちょっと、開けた方が良かったのかな。竜がねちょっと潰れ火になってるんですよ。ここがねリバーサルフィルムの難しいところでね、見たらい、の水面にね、波紋が出てきてます。そこにはバッチリ露出が合ってるんで、そこに、目を向けるとこの露出で良かったんでしょうけど、竜の方はちょっとアンダー気味かなって感じですかね。難しい。まあ死者ということでね、狙った通りの露出で上がってきていればそれで OK ということなんですよね。
はい、野良旅さんありがとうございます。次がね、高雪さんの作品かな、1枚みたいですね。初投稿になりますね。初投稿よろしくお願いします。カメラニコン F3 ハイアイポイント、レンズ AIS ニッコール 50mmF1.4、 フィルムはコダックウォールド200ということですね。休日の日課で朝散歩中の1枚です。天気も良く川もキラキラ光ってて綺麗でした。これからも動画楽しみにしています。お疲れ様ですということですね。で写真なんですけどもね、これはもう逆光でね、もう狙った通りの写真になってますね。手前の桜にバッチリフィルムが、ピントが合っておりますが、僕だったらもうちょっとトリミングかな。この右の上の桜はそんなにいらないと思うんで、このぐらいまでトリミングするとどうでしょう、見えるかな。結構ね、大胆に切る方が好きということもありますが、僕だったらこのぐらいまでトリミングするかな。これはまあ個人の好みでもありますけどね、難しいところではありますが、高幸さんありがとうございます。なかなかいいと思いますね。で次はね、長州薩摩さんの作品で1枚ですね。中年の滝さんこんにちは、いつも楽しませていただいております。今年の春は天気の悪い週末が多いので、以前リバーサルフィルムで撮影した写真を投稿させてください。タイトル、市ヶ谷フィッシュセンター。カメラニコン F3、レンズ AI ニッコール 50mmF1.4 です。フィルムが富士フィルムベルビア50ということで、リバーサル撮影ですね。で写真なんですけどもね、これね、本当に面白い写真になっていると思いますね。手前にね、釣り堀で釣りしてる人が写ってるんですけど、奥にはね、ビルがずらずら並んで、こんな大都会の真ん中で釣りするのみたいな感じで、僕らの感覚ではヒーッとびっくりするんですけど、これはね、もう田舎者にとっては本当にカルチャーショックみたいな感じで、いい写真になったと思いますね。なかなかいい作品だと、これもなかなかいい作品だと思いますね。できれば釣り堀の中まで入って撮りたかったかな。贅沢か。長州薩摩さんありがとうございます。今日この、これで5名ですね。投稿の方ね、かなり、来ておりますが、もうちょっとお待ちください。 10名近くね、待機が入っておりますね。はい、でここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、2名紹介しますね。ちょっとたくさん来てるんで、以前はね、作品投稿が少ないということを言ったんですけど、一気に来ました。で達也さんの俺のカメラですね。おたきさんこんにちは。チャンネル登録者4000名突破、 おめでとうございます。ありがとうございます。動画で俺のカメラのコーナーへの投稿が少ないということだったので、これはタイトル画面ゲットのチャンスだと思い投稿させていただきます。近所の藤棚を撮影に行った時に撮った1枚です。バルナックライカ 3F にキャノンレンズ 50mmF1.8 で藤棚を撮っていました。買ってから半年以上、まだ13枚しか撮影できておらず、ちゃんと写っているかも分かりませんが、外観は非常に綺麗なカメラなのでお気に入りの1台です。よかったらタイトルに採用お願いしますということなんです。写真なんですけどね、これね、構図がちょっと甘いんですね。構図が甘いんですけど、非常に色合いがいいです。というわけでね、ちょっとトリミングして、タイトル画面に、やらさせていただこうと思います。これなかなかいい写真だと思うんでね。長らくね、ディフェンディングチャンピオン、守っておりましたが、ここでタイトル画面交代ということになりますね。はい、達也さんありがとうございます。次がね、これは清高さんになるのかな。はじめまして、昨年から YouTube 拝見させていただいております清高です。A1 は、最初シャッター泣きでしたが、おたきさんのビデオで注油を学び試したところ成功し、今は絶好調です。 Twitter も初めてで、ここに投稿しているのか不安ですが投稿いたしました。これからよろしくお願いします。α57、ソニー α57 で撮りました。ガラスケース内で撮りましたので背景が面白く撮れましたということですね。でね、作品なんですけど、これがね、A1 と F1、並んで撮っておりますね。近くでね、かなり近くに寄ってるんで、被写界深度はペラペラに浅くなっておりますが、これね、
どちらもね、なかなか精度のいいカメラになっておりますね。まあ僕もどちらも持ってると思ってるんですけど、A1 ジャンク上がりということで、よく似たような感じになるんですかね。まあ、A1 も F1 もね、この光沢のある黒がね、非常にかっこよいカメラということでね、まあ、ファンも多いカメラでありますね。清高さん、ありがとうございます。今日のね、動画はね、こんな感じになっていくんですけどね、そろそろ推薦が上がってくるんで、ここから、どんな感じに仕上がってるのか、タンクを開けていこうと思います。はい、だいたい30分経ちました。で、今推薦終了ということでね、水を捨てていきますね。でね、この芯を抜きまして、このリールを思いっきり回すとね、このように開いてきますね。ちょっと独特の匂いがしますが、あ、いい感じですね。いい感じで上がってきました。実はフォマパンを400は初めてなんですけども、ね、これキヤノン A1 で撮ったんですけど、バッチリ撮れておりますね。いい感じです。でね、この現像が上がりましたら乾燥しなきゃいけないわけなんですけども、これはね、もうね、フィルムをね、干す専用のものに、なりますね。これに挟んで干すんですけど、この水気をね、飛ばすのにね、僕はこれを使ってます。キッチンペーパーですねキッチンペーパーなんです。これはなかなかいい感じなんですよね。傷もつかないしね。ティッシュはダメです。ティッシュはね、粉がついてしまうのでね、でどこかに引っ掛けてね、映るかな、どこかに引っ掛けてね、水気を取るんですけど、ここはちょっとやりにくいんですけどね、ここはやりにくいんでよそでやるんですけど、まあお風呂場とかでね、干すのがね、おすすめになっていきます。干し上がったらね、まあ、大体ね、2時間、3時間で完全に乾燥しますので、なんだっけ、スリーブケース、ネガホルダーか、フィルムホルダーか、などに、入れておくと良いと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画もね、ちょっと内容がマニアックすぎて、多分再生は伸びないんですね。で、Google 様からお叱りが来てランクが下がるとは思うんですけども、ぶっちゃけた話ね、その機材紹介、特にね、開封動画がね、ものすごく人気なんですけど、開封動画しか見に来ない人は僕はあんまり相手にする気はないんですね。実は何より隠そうね。僕のね、そのチャンネルを運営しているメインの理由は、フィルム写真を流行らせたいからであって、機材は好きだけど写真を撮ることに興味がない人は相手にしたくありません。こんなこと言うとまたね、低評価がたくさんつくと思うんですけど、多分ね、今ここまで見ている人はね、写真を撮りたい人なんですね。で、機材をね、機材マニア、いわゆるコレクターっていう人はここまで多分この動画見ないと思うんですよ。そんなわけでね、僕はね、そのフィルムをたくさん買ってフィルムをたくさん消費してる人とできればお付き合いしたいと考えております。もともとのね、そのチャンネルの趣旨っていうのが、僕はちゃんと YouTube で儲かろうとかね、そういうことは元考えてなかったので、まあ結果的にね、最近収益ができて、経費にプラスさせていってもらってますけども、まあその程度の収入しか実際ありませんし、生活できるような収入は全然ないんでね。でもまあ、フィルム写真を流行らせたいということで、ね、僕の後に続いてくれる人がいれば嬉しいと思いますが、残念ながらね、そのフィルム写真をやろうっていう人はね、フィルムカメラを買っても写真を撮ろうって思っている人なんかあんまりいないような気がするんですね。本当に悲しいところであるんですけど、せっかく機材があるんでね、皆さんたくさん、写真をね、フィルムで撮って、後世にね、フィルム写真を残していきたい。あと、以前からもね、結構頻繁にね、以前は言ってたんですけども、フィルムで写真を撮らないとね、写真は残りません。デジタルでね、撮ってもね、どっかになくなっちゃうんですね。もう5年前にね、スマホで撮ったね、写真どこにあるか分かる人いますか？ね、どこに行ったか分かんないっていうパターンになるんですよね、デジタル写真はね。で、フィルム写真の場合はスリーブは残りますから、まあ、プリントしたらプリントも残りますしね。で、
プリントしないと、ネガの場合特にそうですけど、プリントしないと見れないっていうのもあって、プリントする比率が高まります。そんなわけでね、そのプリントはね、しっかりした場所に保管すれば100年以上持つんですね。でデジタルはね、それに比べてもデータが消えたらもう終わりということで、後世にフィル写真を残すためにはフィルムで撮るのがベストと考えておりますし、でフィルム写真がなくなっていくと、もうそれができなくなってしまうということで、このチャンネルを始めておりますので、ここまでね、動画を、僕の動画を見た、この今回の動画を見た人とは、ぜひぜひ深くお付き合いさせていただこうと思ってます。またちょっとね、口が悪いんですけどね、もうね、思ってることをね、そのまま言うのが、僕のスタイルなんでね、もう低評価ついても仕方ないです。というわけで、また Google からお叱り来ると思いますが、今日の動画を終わらせたいと思います。やったやっちまったコーナーとね、教えておタッキーさんのコーナーの投稿が来ておりませんね。ので、またよろしければお願いします。で、シャッター泣き選手権なんですけどもね、とりあえずね、結果の方はまた後ほどということになりますけど、ちょっと、悩み2名しか投稿来なかったんでね、まあそんなわけでね、今日の動画はここまでです。カメラプレゼントの抽選ね、1時間ほど前に抽選を締め切っております、この撮影のね、でまあライブかなんかで抽選していこうと思っております。はい、今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな、ね、内容ですが、ぜひぜひチャンネル登録お願いしますね。まだの方はね、モチベーションも上がってきますね。で、高評価コメントの方どしどしお願いします。高評価はもうポチッと押すだけなんで、ぜひとも今すぐ押していただければと思います。コメントの方ちょっと追いついておりませんが、頑張って全部返そうと思ってますのでね、感じたこととかありましたらぜひぜひコメントお願いします。最後までいただきありがとうございました。今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。さようなら。